キズ駅は、兵庫県神戸市西区おしべ谷町2丁キズアザ勝田にある、神戸電鉄青線の駅。駅番号は、キロバイト44。隣の愛イ駅までは3.4キロメートルと、青線では、駅間距離が一番長い。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。京上駅舎を持つ。ホーム有効長は5両。 沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TEB カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、構内売店も設けられていない。上下線の各ホームにエレベーターが設置されている。上下とも毎時2本が発着する。 東港は大部分が準急として運行するが、朝、夜には普通も運行される。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。産業団地開発に合わせて、京城駅となり、駅から産業団地まで専用歩道橋で結ばれている。2017年10月1日にバス路線が新設された。1999年の1日あたりの、 平均乗降人員は324人。2008年の1日、あたりの平均乗降人員は707人。利用客は増加傾向にあり、乗客が減少傾向にある。青線では唯一近年利用者数が連続して増加している駅である。2009年から利用客増加策として43台分の駐車場を開設している。 2019年の年間乗車人数は222000人である神戸市統計所よりありがとうございます。